浦野博士は、静岡県袋井市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。実家は、茶農家。小学校3年時から野球を始める。浜松高校では、甲子園出場なし。愛知学院大学に進学後、1年春からリーグ戦に出場。3年春から4期連続のリーグ優勝に貢献した。通算56試合登板、24勝11敗。 防御率1.66、285脱三振。最優秀選手2回、ベストナイン3回受賞。3年秋の明治神宮大会では2回戦で、壮大の斉藤勇気と投げ合うが敗れた。セガサミーに入社後、2年連続で、都市対抗野球に出場。社会人時代の1年先輩に、宮崎敏郎がいる。2013年のドラフトで、 北海道日本ハムファイターズから2位指名を受け、入団した。背番号は17。2014年5月29日明治、神宮野球場にて2014年4月5日の対、千葉ロッテマリームズ戦で、インフルエンザで、先発投板を回避した木さぬき王の代役として1、群発投板を果たした。この試合では6回に失点の好投を見せるも、勝ち投手になれなかった。 4月23日の福岡ソフトバンクホークス、戦では5回1、3を4失点と苦しむも、プロ初勝利を挙げた。最終的に規定投球回を逃すも7勝4敗と、安定した成績を残した。2015年3月24日の二軍戦に、登板した際に右肩に強い張りを感じ、27日に右肩三角筋後部筋座章と診断され、 実践復帰までは2週間以上かかる見込みだと発表された。2016年も右肩痛でシーズンを棒に振っているが2017年2月16日放送の HBC ラジオファイターズデナイトの取材でこの年に医者から前例のないという肩の骨が血行障害によってエシしているという診断を受け。 その時点で7月8月いっぱいのノースローの宣告を受けたことを明かした。状態が回復した9月から投球を再開した。2017年5月5日の対オリックスバファローズ戦で5回無視点で695日ぶりの勝利を挙げた。その後もランナーを貯めながらも粘りのピッチングで勝ち星を重ねるも次第に早めのイニングで打ち込まれることが増え、 シーズン後半には若手を積極的に使うチームの方針により出場機会が限られた。防御率こそ4点台もホイップが1.5を超えるなど不安定な成績であった。2018年4月末に一軍に昇格すると6月2日の中日ドラゴンズ戦以外は中継ぎとしての登板を重ねた。7月末に抑えを務めていた石川 石川の復帰後は再び中継ぎに回り、プロ入り後自己最多となる36試合に登板した。2019年、開幕から中継ぎとして起用。7月8日には5回1失点で780日ぶりに先発で白星を挙げた。しかし、7月27日の4度目の先発を最後に、再び中継ぎに配置転換された。2020年は一軍での途半がないまま。 シーズン終盤を迎え10月27日、現役引退を発表した。10月31日、札幌ドームでのオリックスバファローズ戦にて、引退当番が行われ7回西からマウンドに上がり、松井雄介を空振り三振に打ち取った。引退後は球団に残り打撃投手を務める。最速時速1 5 1トルのストレートと多彩な変化球が持ち味の右腕。 バランスの良いフォームから繰り出すストレートは抜群の救出を誇る。請求力も安定している。細身ながら全身にバネがあり、躍動感のある投球スタイル。チーム事情に応じて、先発、リリーフ、抑えと役割をこなすことが多い。AB、2013年ドラフト裏の博し。スポニチアネックス。2014年4月7日閲覧。 週刊ベースボール増刊大学野球2010週季リーグ戦決算号ベースボールマガジン社ハムドラに裏のプロ初登板は6回に失点栗山監督語の字スポニチアネックス h t t p コロンススララッッシシュュ w w w s p o n i c i c o j p スラッシュペースボールスラッシュニューススラッシュ2014スラッシュ04スラッシュ06スラッシュ kiji スラッシュ k20140406007919920.html2014 年4月7日閲覧日本ハム裏のム浦野が 右肩筋座小実践復帰まで2週間以上、スポニチスパニッキーアネックス2015年3月27日、掲載裏の695日ぶり白星打線に、感謝、初回に3点取ってくれたスポニチアネックス2017年5月6日、掲載5年目の日本ハム裏のプロ初セーはじめ冗談歌と、日刊スポーツ2018年7月29日掲載、日本ハム裏のは、 今季初先発2回に失点、いけない。日刊スポーツ2019年6月30日掲載。日本ハムウラノが780日ぶり先発勝利、腕振った。日刊スポーツ2019年7月8日掲載。日本ハムウラノが、引退発表。戦力になれないと決断プロ野球。日刊スポーツ。n i k k a n s p o r t s 2021年1月16日閲覧。日ハム浦の涙の引退と半で3球三振切り。ナインとハイタッチでこらえきれず号泣フルカウント2020年10月31日。赤別求人。日本ハム浦ラのどん底を救った妻の激励。スポーツ日本。2020年12月30日閲覧。ありがとうございます。